間女。とある大学に通っていた Y が突然学校に来なくなり、連絡しても音信不通となってしまった。仲良くつるんでいた E と O は心配になって Y のアパートを訪れた。ピンポン。E。おーい、Y、生きてるか？返事はない。鍵もかかっているようだ。E。なんだ、留守か。O。もしかして単位落としそうだから諦めて実家に帰ったんじゃね？そんな話をして帰ろうとすると Y の部屋の玄関が開いた。 E。 お、Y いたのかよ。返事くらいしろよな。 Y。 ああ、ごめん。 Y は根っから明るくて正直言うとバカなやつだ。しかし今は見るからに元気がなく痩せて見えた。おう、なんだ、具合でも悪いのか。助けてやっから SOS ぐらい出せよな。わい、いや別に体調は大丈夫だよ。いい。てかちゃんと飯食ってる？おう、お前はワイの母ちゃんか。おう、あ、わかった。お前 M ちゃんに振られたんだろ？ワイ、いや。そういうんじゃないけど。いい。まあ何があったのか部屋に入って話そうぜ。入った入った。おう、いやここ Y の家だから。いつものノリでずかずかと部屋に押し入る。 Y の部屋はいつも以上に散らかってカーテンも閉め切ったままだった。いい、昼間はカーテンくらい開けるような。おう、さすが母ちゃん。すると Y は、Y、いや、カーテン開けるなって言われてるし。E、え、誰に？おう、何？もしかして女か？ Y、ああ、まあ。E と O、マジか。しかし Y の部屋は一部屋しかなく、どこをどう見ても3人以外の人は見当たらない。 O、女は帰ったのかな。 Y、 いるんだそこに。そう言って Y は壁を刺した。いい、おい、ワイ、お前大丈夫か？ワイ、いや、いるんだ。いいとは顔を見合わせた。いると言ってもそこには漫画がぎっしり詰まった本棚と衣装タンスしかない。いい、どういうこと？ワイ、そこの隙間にどうやら Y は本棚とタンスの隙間を行っているようだ。 E と O は恐る恐るその隙間を覗いてみた。およそ5センチほどの隙間にはありえないことに女性が立ってこっちを見ていた。